横から現れて目標をかっさらっていったあの女。兄さん、ただいまおかえり、アズカ。よう。そっか、アズカは初めてだったね。紹介するよ、僕のクラスメートの両儀式さん。あの女とミキアを一刻も早く別れさせ、ミキアを危険な事件から遠ざけること。そのために私は真偽ともに対等のライバルになれるよう魔術師の弟子にまでなったのだ。これはそんなけなげな私の物語。